どうも、こんばんちは、キヒトです。今日中と続きやっていきたいと思います。カードケースの鍵を手に入れたんだよね。カードケース、どこだったっけって感じなんだけどな。ウエストポーチ1個欲しいな。この多分トレーディングカードさ、あと1個あるんだよね。これを合成して売りたいんだけどな。とりあえず戻ってみれば、わかるか。こいつらがな。ナイフが一回も使ってないから、なんとかしたいね。うわ、そういう感じか。2体いるのね。これまたもめんどくさそうだな。OK。こっちはあれか、行き止まりか。ってことは2階だな。どこにあったっけ？ああ、ここだ、ここだ。これだ。あったな、すっかり。お、来た、カードキーだ。一般のカードキー。来たぞ、これ。これでいろいろ閉まってた場所に入れるようになる。ここも何だったっけ？あ、そっか、これか。なんか首かなんかいるんだっけ？確か。ここ一般か、これ。立派だ。おー、なるほど、そこに下がる感じか。了解だ。じゃあこっち側。これは多分お食事中だから。気づくことはないよね。こいつだけではありますかね。正直どこに何があったかというのを覚えてないんだが、一通り見て回れば大丈夫か。ここは何だったか。あ、ここね。ここもあれカードキーね。これカードケース。インフォメーションセンターか。何かあるかな？これだ。あ、これはあれか、換金アイテム。フラップ。マジかよ。あれって換金アイテムなの？スタッフエリア現在地。マジ？もう人形の頭換金アイテム？回復の布切れ使う？でっか、じゃあ。これ、どうあがいても、
倒さなきゃやばいんじゃねえこれ。そうだよな、これ倒さなきゃ多分。あれもか、電子ロックだよね。これは、あ、お食事やめた。一体倒せば。どうだね。どういう巡回ルートなんだよ、それ。重要なアイテムだったらそのまま持っていけるんだけどな。普通のアイテムだったら持っていけないぞ。おい、どういう巡回ルートしてんだ、お前。やめろ。プリペイドカード、換金アイテムかよ、これも。換金アイテムだから、これは普通に売れるかな。スクラップがある。OK。はいはい。こっちこんなもんか。これめんどくせえな。お前のこいつだけでも倒すか。一体倒した方がいい気がするな。これ2体かわしてくのマジで邪魔すぎる。手前倒しちゃおう。で、売るぞ。なんかこのプリペイドカードか。1300円、しけるな。じゃあ人形を取りに行くか。これも換金アイテムでクラフトだもんな。こいつ倒さなきゃ無理だな多分。あれが時間で閉まっちゃうからナイフ使っちゃったけど、まあナイフ変えるから、とりあえず。まあこれタイミング悪かったな。タイミングを見よう、これ。今でしょ。よし、クラフト。これで売れるぜ。お、相当いい値段するんじゃねえのか。あとトレーディングカード1枚落ちて、エクゾディアを完成されたいね。売るぞ。おお、4000、素晴らしい。ウエストポーチ、ウエストポーチプラス1。ああ、欲しいな。
この謎のダイヤルがあるんだよ。で、これか。こっちだね。カードキー認証キー。カードを挿入してください。カードを検出しました。メーターを適正な数値にセットしてください。またか。これ簡単なんだよ。お、上級職員のカードキーゲットだ。こっち側からは回れない？これが上級職員のカードキー。認証完了だ。ああ、なんか食って脅せるぞ。何かあるとは思えないけどな。なんかあるな。バネだ。いいね。あいつが食ってるところになんかある。そういう可能性もある。スクラップと布切れがあれば、ナイフが作れるんだが、ひとしす。ログインカードキー。セーブポイントだ。本棚すごい。家族写真か。この写真は何本がある。おお、秘密の部屋。これは開かないのか。じゃあもっと上のカードキーがある。オーマイゴーシュ。動きを見ろ。え？よし。ここ何の部屋だ？ライター。現金アイテム。喫煙セット。タバコがいる？フラッシュメモリー。カード生成の制限を解除するセキュリティキー。え？ある男の記録。最近知らない業者が研究資材を運び込んでいるという。研究推進のためには必要なことかもしれないが、なぜ彼女は私に断りを入れないのだろうか。秘書室の奥の部屋。私の手元にあるデータでカードキーをアップデートすれば。いや、研究全般任せた以上、口出しするべきではない。それに私が見たところで、研究資材のことは何もわからない。そのようなことをして、私の秘書業まで兼任する彼女の、奮励努力を裏切るわけにもいかない。俺とアップデートしようってことか。努力しないでのことか。こいつなんか意味あんのかな？こいつこっち来るか。どっかにトレーディングカードがあるんだよな。見逃してなければ。とりあえずあれか？表のあれで。うわあ！びっくりした。またやらされるわけだ。パターンがなんかある感じだから分かりやすい。マスターキーを取得した。危なかった。一回セーブしようか。巨大な雲怖いよ。焦ったわ。雲のレリーフがいるんだよね。
から出てきやがったん、巨大雲。マスターキー、これはなんだこれ、なんか培養してるの、瓶詰めしてる、おな、なに、大丈夫ですか、今助けます。どうなってんだ、これすごい左右に揺れてっけど、大丈夫ですか、あ、なんだか、ありがとう。一体何が、それに、失礼ですが、どこかで知っていてもおかしくない。黒沢龍、このパークの責任者は私だ。お前が責任者かい。そうか、レセプションの時の。それじゃあ、あなたがエリカのおじいさん。エリカを知っているのか。ええ、さっきまで一緒にいたんです。この後、外で合流するつもりです。そうか、よかった。エリカに何かあったらと思うと。カンナ、どうして、カンナ、私が個人秘書にしていた女、私をここに閉じ込めたのも彼女だ。以前から不審に思っていたか、俺は。今回の騒動も彼女のせいに違いない。なぜだ。じゃ、この人は何も知らなかったってことなのか。事情があるとは思いますが、まずは安全な場所へ。どこも化け物だらけです。地下の隠し通路へ逃げましょう。蝶のレリーフを知れませんか？それさえあれば。いや、隠し通路なんて。建物の管理はカンナに任せていた。もしかしたら、この部屋に。この部屋にある。あるじゃん。これは？レリーフ。あったよ。蝶のレリーフ。おお、おっさん大丈夫か、何の反応もしなくなったぞ。おっと。ルポライターさん、見つけました、蝶のレリーフ。なんだって、ついにやったか。ええ、しかもそれだけじゃない。あなたはこのパン。今回の騒動、この方の秘書、カンナという女性のせいだと。なんだって。詳しく伺いたいですね。あくかくしかじか。ずっと以前、カンナが一度研究について打診してきたことがあった。それは一体？アルドビアウイルス。何？アルドビアウイルス。以前話題になったから覚えている。筋肥大の後、死に至る恐ろしいウイルス。筋肥大でいいのかな？そう、そのウイルスは宿主をひどく巨大にするらしい。彼女はそれを利用したがっていた。生物の新たな可能性を見出せると言って。もちろん私は反対した。あまりに非道だからだ。だが、君たちも見ただろう。あの隠し部屋を。私は騒動の後すぐ、まさかと思いながらここへ来た。その結果があの監禁だ。疑う余地はない。目的はわからないが、早く彼女を止めなければ。のっと、無理するな。まだ脱水症状が出てる。待ってろ。治療薬を、持ってくれ。出会ったばかりでこんなこと頼んでどう思われるかわからないが、言ってくれ。彼女を止めなければ。ずっとここにいるわけにもいきません。一緒に行きましょう。今の私には無理だ。悔しいが、体が動かない。今、君だけが希望だ。エリカを守ってやってくれ。そして、カンナを救ってやってくれ。どうしてそこまで彼女のことを。不思議に思うかい。今まで一緒に仕事をしてきたんだ。最後まで信じてあげたい。そう思うのはおかしいかな。いや、素敵なことだと思います。まあ、お人よしだが俺も嫌いではない。その考え方。必ずやり遂げます。そうだ、これ預けておきます。これは？エリカも同じものを持ってるんです。通信して話せるはず。ありがとう。落ち着いたらかけてみるよ。エリカ、待ってて。ありがとう。君だけが希望だ。はめたね。おっさん、ここに張り付く人とよく似てない？いなくなっちゃったね。
ここにいたやつって。セーブできるよね。OK、セーブしようか。うん。トレーディングカード。俺はさ、このトレーディングカード、ここに入ってる気がするんだよな。ただ、これに関して、全くヒントがないんだよな。ナイフ欲しいんだよな、正直。ポーチも広げたいけど、絶対地下に行く前にね、あると思うんだよな。この考える人みたいなのがさ、なんか逆にヒントだったりしない？考える人。考える人。これがさ、意味なくなんか置いてあんのかな？これがただの飾り？制作年月とかじゃなくて。関係ない。考える人って、1902年に疲れたらしい。今、ググったら。1902年とか。これ、ただの飾りか？ここ、いや、これね、多分ね、この先に行ったらないと思うんだよね、これ。このエリアのどっかにあると思うんだよな。これめんどくす。これ売りたいもんな、作って。で、絶対この中にあると思うんだよね。ちょっとなぁ、探りたいな。ちょっと一旦終わりにするか、じゃあ、ね。時間もいいから。はい、というわけで、じゃあ今回はね、一旦これで終わりにしたいと思います。でもね、チャンネル登録、高評価してくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、時間もよかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。